混乱したが負けた金属ぞ。世界の強豪レスラー20名が勢ぞろいした夢の対決、全日本プロレスオープン選手権大会は、今日ご覧のように東京足立区体育館で開会式が行われました。そして現在リング上では今日の第3試合オープン選手権試合の第3試合大木金太郎対ケン・マンテルの30分一本勝負が行われております。試合が開始されましてからちょうど5分を経過いたしました。大きな原爆頭突き対マンテルのスピードとテクニックの勝負と言われております。
今日も解説には東京スポーツのおなじみの山田隆さん、そしてゲストには現在の NWA ジュニアヘビー級チャンピオンのヒロ松田選手をお迎えしております。山田さん、それから松田さん、よろしくお願いいたします。こちらどうぞよろしく。さあ、この試合ですがね、原爆頭突きの金ちゃんこと大木金太郎ですね、はい、前 NWA ジュニアヘビー級チャンピオンのケン・マンテル、面白い一戦ですね。そうですね、なかなかマンテルはテクニシャンなんですが、はい、今のところ大木選手がちょっと続きを出すチャンスをつかめないでいますね。どうですか、松田さん、今年の6月にね、対戦してこのマンテル選手からタイトルを奪い取ったんですが、11年ぶりに王座に返り咲いていますね。おかげさまで、ケンマンテルが始まった時は私よく知ってるんですよ、はい、今日の動きを見てケンマンテルどうですか。最高潮じゃないですか。そうですか、なかなか素早い動きを見せておりますケン・マンテル、前 NWA 世界ジュニアヘビー級チャンピオンであります。アラバマ州モビールを本拠地にしておりますリー・フィールズ推薦であります。ファン人気投票は東の第10位であります。一方、韓国の猛攻大木金太郎、インターナショナルチャンピオン、185センチ125キロ、韓国ソウルからこの大会のために駆けつけております。大韓プロレスリング協会推薦であります。力のこもった一戦となりました。今のところどうでしょう、大きな頭突きは 2,3 発見られましたが、山田さん、まだまだ軽いですね、はい、やはりマンテルはね、動きが非常にいいですからね、はい、頭突きが出そうなところに来るとさっと身をかわしてますね。しかも今のタックルからですね、足取り、そして腕取りに変化したああいうやはりテクニックというのはうまいですね。そうですね、この大会いち早く参加を表明しました大木金太郎は、勝ち進んでなんとかジャイアント馬場との再戦を意地でも実現したいところであります。その第一関門であります大木金太郎対ケン・マンテル。現在まで大木が頭突きを3発ケン・マンテルの頭に出しておりますが、しかしまだそれは致命傷にはなっておりません。さあ、今度はおっとコプラツイストに行きました。大木金太郎、渾身の力を込めますコプラツイスト、がっちり決まっている感じです。どうですか、ギブアップするか、ジェリーマードック、どうだどうだと聞いております。頑張りますケン・マンテル、しぶといマンテルです。大木金太郎、これは山田さん完全に決まってますね。そうですね、しかしもうちょっと反りたいところですね、はい、少し体の反りが足らない、そういった大木金太郎です。おーっと、それを投げ飛ばしました、ケン・マンテルです。顎ひげを伸ばしておりますケン・マンテル、前 NWA 世界ジュニアヘビー級チャンピオンであります。さあ、今度はコーナーマットに持っていきまして、大木金太郎押し付ける、今のはボディ頭突きですね。そうですね、頑張るべきです。さあ、今度は頭突きが出た、原爆頭突き一発。さあ、そして腕をひねってクロスに振る、向こう側のコーナーパスト、しかしその上ボディアタック、フライングボディアタック、ワンツーワンツー、さすがにこの辺り変わり身の速さ、さすが前 NWA 世界ジュニアヘビー級チャンピオンでありますケン・マンテル。今度は逆にコプラツイストに行くケン・マンテル、大木金太郎頑張る、どうだどうだと聞いておりますのはジェリー・マードックレフリーであります。苦しそうな表情の大木金太郎、これも山田さん、先ほどの大木金太郎のコプラと一緒で体の反りは足りませんね。そうですね、おーっと腰投げ、しかしさすがにケン・マンテルは変わり身が早くてですね、一瞬のチャンスをうまくものにしますね、はい、大木金太郎はこのオープン選手権の抱負として頭突き一本で勝負する、後の技はいらないと豪語しておりました。その大木金太郎対ケン・マンテルの一戦、ご存知のように大木金太郎は10月30日にジャイアント馬場との因縁の対決で不敗を喫しました。しかしこのオープン選手権では満を持した感じで参加してまいりました大木金太郎であります。
さあ今度はケンマンテルが攻勢、向こう側のコーナーポスト、そしてトーキック、ボディに一発、そして今度はパンチ。どうですか、ヒロ松田さん、6月にケンマンテルとやりまして、なかなかのマンテル その技が、テクニックが変わりましたね。ラファイターになったんですか。要するに、はい、トーナメントに、出場してますから、なんとか勝とうという意識が強いんじゃないですか。さあ一本足突きが出ました。大金太郎一発、もう一回、もう二発目、やつめは炸裂した。その上にカバーに入った、ワンツーワンツースリー、決まった、決まりました。大金太郎やりました。大金太郎見事な原爆頭突き、見事に決まりました。ケンマンテル立てず、その上にカバーに入りました。大金太郎勝ちました。勝ち点2を挙げました。大金太郎であります。どうだどうだといった表情、得意げな表情の大金太郎であります。スロービデオでございます。どうですか山田さん、完全に決まりましたね。素晴らしい一本足ですね、はい、もう角度といいですね、スピードといい、文句なしですね。これには立てません。ジャイアントババもややグロッギー気味になりました。その原爆実機2発入りまして、ケンマンテル立つ。結局大木金太郎が1勝を挙げまして、得点2を挙げました。